僕、オタリーマンは、吉シタによる日本の漫画作品。二十九歳の独身、彼女なし、ちょっぴり、オタクというシステムエンジニアの執筆者、吉シタ本人の実力に近い漫画作品で、ギャグ漫画であるものの四コマではなく一ページ完結の、形態を撮っている。吉シが運営する、ダンシングカンパニーの、ウェブコミックが原作で、これらに書き下ろしを加えて、 僕、オタリーマン。という題名をつけて、中継出版から出版された。書籍化は2007年とウェブサイト発の本としては、比較的後発である。版元の中継出版は、ビジネス書や、学習参考書を主力とする出版社で、漫画出版の経験はなかったが、同社の編集者が、絵日記サイトのコミュニティを通じて吉谷と知人であった。 ため出版の話が進んだ。書店ではコミックではなくビジネス、一般書籍として扱う営業戦略をとっている。これは同じサラリーマンに読んでもらいたい、コミックが別のコーナーにあれば目立つためだという。 2007年3月22日発売。ISBN978 から4から8061267512007年9月10日発売。ISBN978 から4から8061282292008年3月29日発売。ISBN978 から4から8061298822009年6月5日。 発売、ISBN978 から4から8061337972011年3月25日発売、ISBN978 から4から8061399112013年2月25日発売、ISBN978 から4から806146452国外では、韓国、中国でも出版されているが、 2008年11月に出版された大元メディア版と2010年6月に出版されたスペクトラムブックス版の2種類が存在する。いずれもタイトルが異なっている。2010年1月29日にフラッシュアニメとして OVA が発売された。2010年2月27日にはキャラアニーからドラマ CD が発売された。ありがとうございます。